はい、石川です。年齢を重ねるとですね、まあ、筋肉の萎縮っていうのがこう目立ってくるわけですね。日常生活に支障が出るほどの、ま、筋力の低下をですね、まあ、今はサルコペニアという言葉で、ま、言ってますけれども、筋力の低下の程度とね、まあ、健康度がこう一致するということはですね、かなりですね、まあ、常識的になりつつあります。筋肉量がね、まあ、健康度を反映するのであればですね、どうやってこう筋肉を維持するかってことにね、もっともっとこう注目しなければいけないんですけれども、筋肉量とかね、まあ、筋力低下すればですね、当然運動能力が低下することになるで、 で日常生活の自立度が下がりますし、それから転倒のリスクが高まるんですね。転倒のリスクってのはですね、まあ、骨折する上で非常に重要な要素で、骨いくら強くしてもですね、転んだらやっぱり骨折しちゃうわけなんですね。だから、転ばないようにしておくことがですね、まあ、骨折予防の一番大事なことになるわけです。高齢者をですね、まあ、健康でいていただくためにですね、まあ、生活にどうやってこう介入していくかってことはですね、もうすでにこう学問のようにこうなっているわけなんですけれども、筋力イコールね、健康度であるということであれば、筋トレをすることがね、一番いいってことは、もう考え ままでででもななくねねあ、まあ十分合理性があるわけですよ、ね、なので筋力トレーニングしましょうっていうんですが、筋力トレーニングはね、まあ、様々なこう、やり方があります。まあ、要は、強度をね、強くするか、ね、弱くするか、そういったことをですね、どれが一番、高齢者にとってね、一番いい筋力トレーニングなんだってことをですね、検討したものがあります。重りを使わないね、まあ、自重トレーニングって言われるものであったりだとか、それから、重りをですね、しっかり使う、いわゆるレジスタンストレーニングって言われるようんですね、重い重量を扱うようなまあ、筋トレ。当然ですね、軽い重量で行うトレーニングっていうのもあるんで、様々なバリエーションがある ですけども、まあこれがね。どれが一番高齢者にとって良さそうなのかということをね。類推するために行った研究ですが、450人のねまあ、高齢者に集まってもらって3つのグループに分けるわけです。1つはですね。かなりこう1年間みっちりと強度の高い、えー、レジスタンストレーニングですね。高重量でやるわけですそれから、2つ目はですね。比較的低重量のトレーニング、これはですね。自分の体重よりも少しねまあ、器具を使ったりしながら軽い重量でやるというものですね。3つ目はですね。全くまあ運動をしないということで、この3つをですね。検討した。まあ、これリサ試験。 んですけどもこのリサ試験の結果ですね。高重量であるですね、トレーニングは、えー、基本的にはマシンを使います。まあ、レッグプレスとか、チェストプレスとかですね、ローイングっていうのはう背中のトレーニングであったりとか、それからレッグカールっていうのはね、足をこう曲げるやつですね。軽いトレーニングは、まあ、スクワットとか、えー、腕立て伏せとかですね、それから比較的軽いですね、そのローイングの、まあ、機械を使うと。それから、まあ、ゴムバンド使ったりもします。基本的にですね、えー、重量の高いやつとかね、まあ、軽いやつに関わらず、えー、トレーナーがちゃんとついてですね、まあ、トレーニングを指導するということで となります両グループともですね、体幹をちゃんと鍛えるために、ね、腹筋とかですね、それから腰のエクササイズも取り入れて、高重量の方はですね、まあ週3回、ちゃんとフィットネスセンサーに通うと。重量の軽いトレーニングの分は、週1回ですね、集まってトレーニングするのと、それからあと週2回はですね、自宅でやると。まあ比較的ですね、負荷を軽く自分でやるので、どちらかというとトレーナーがつけるので、少し、まあ緩めなトレーニングになることになります。1年間ですね、これをやった後、単純にですね、1年後ではなくて、それから3年経った後にですね、どんな部分になっているかっていうのを見ていた ですねまずですね、研究者は、その内臓脂肪の量とか、それから、まあ、大体死闘筋っていうですね、太もも筋肉の筋力とか、それから MRI ですね、太もも筋肉のま蘇生をこう見ていくわけです。萎縮してくるとですね、筋肉の中にいっぱい脂肪が入っていて、危険ですね、サイズがこれぐらいあったとしても、なんか脂肪だらけってことなんですね。なので、MRI でそれをチェックしていきます。予想した通りですね、まあ、筋トレをしっかりした軍、高重量でやった軍というのはですね、4年後であったとしても、筋力とですね、筋量っていうのが維持されていたんですね。ベースラインのですね、成績をトレーニング開始してから4年 年後ででったたととしててもですね維持されていたと軽度のえトレーニング群というのはですね、筋力の低下をね、まあ、わずかに認めたんですけれども、ですけれども、運動しない群はですね、こう、がっつり下がっていたんで、軽いトレーニングでも当然で、ね、維持する能力は高いということになります。両方ともですね、トレーニングをした群というのはですね、内臓脂肪量がですね、変わりなく維持できていたんですけれども、運動しない群というのは内臓脂肪量がまあ明らかにこう増加していたと。なので、高齢者であったとしてもですね、しっかりとしたトレーニングをすることで結果が残るし、そしてですね、その後ですね、 効果も維持されるとということが分かったんですね、まあ、当然、この研究の結果でですね、高重量のトレーニングをした方が維持率が高かったわけなんですけれども、ただですね、トレーニングをし続ける限りは、軽い重量であったとしても、ずっとですね、筋肉の機能とかですね、量を維持することができるということも示しているわけなんですね。なので、やはり一番現実的なのは、まあ、軽い筋力トレーニングをですね、欠かさずちゃんと続けること。まあ、この研究の結果からですね、まあ、週3回ぐらいね、やるのが一番いいんじゃないかなということになると思います。このレジスタンストレーニングというかね、筋力トレーニングというのは、 ですねまあ、生活ををすするるる上上でででの、ね、必要要要ななな筋肉を維持する上で非常に重要な要素に重素ってくるんでいつから今、もしですね、60代、70代、80代であったとしても、今日からですね、実際取り入れてほしいということになります。筋力トレーニングっていうのはですね、その筋肉量を増やすということだけではなくて、骨にもこう負荷を与えることができるんですね。だから骨密度に対してもですね、非常に有効に働くということが分かっていますし、健康全般にわたる、ね、大きなメリットがあるわけです。なので、トレーニングそのものはですね、若い人と同じようなメニューをする必要は全く なくて年齢ととかかねまあ能力とか、えー、現在の健康状態に合わせてで、すすすねねまあれれにすればいいんでで、ね、なので筋力トレーニング始めるときはね、当然、あの、一番大事なことは何かというと、まあ、慣れないことであればですね、まあ、怪我をしたりしないことですね、ゆっくり行うと。基本的なですね、まあ、重い重量を持つことなく、軽い重量ですね、回数こなしてやるってことは非常に重要になってきますし、腕立て伏せであったりですかね、まあ、ランジって言われるような片足でこうね、交互にしゃがむっていうものであったりだとか、まあ、当然スクワットとかね、それから腹筋運動みたいなね、自分の体重を使ったエクササイズを始め てそれからまあ軽い重量に入っていくというような形ですねその週3回の筋力トレーニングをですねまあ、習慣化する当然ですね50代よりも前の世代がですね取り組むべきことの中に入ってきますのでぜひですね各世代ですね年齢関係なくですね筋力トレーニングをすることによってまあ、将来のねサルコペニアを要望していってください今日の新役にてあったて方高評価のボタンをお願いしますチャンネルフォローもよろしくお願いします